皆さん、こんにちは。ハッシュコープジャパンソリューションズエンジニアの前田です。初めてのボルトシリーズ。今回はシークレットシンクという機能についてご紹介させていただきます。シークレットシンクのご紹介に行く前に、関連する機能として Static シークレットというものがございます。 こちらはハシコープボルトの最も基本的な機能の一つなんですけれども、キーバリュー形式でシークレットを暗号化して保存、保存したシークレットを人やマシンから参照して利用すると、そういった機能になります。続きまして、スタティックシークレットを利用したユースケースについてです。一般的なシークレット管理、左の方なんですけれども、 エクセルファイルだったりテキストファイル。まあそういったところにシークレットプレーンテキストで、えー、書き込んで保存して、まあそれがいろんなとこにこう置かれるというのが、まあ、よくある管理方法になっていますが、まああまり、えー、セキュアではない方法になります。えー、そこでまずボルトのスタディックシークレット、キ、えーバリューのシークレットエンジンなんですけれども、こちらを、えー、使って、えー、いろんなとこに散らばってる シークレットを全部 Volt にまず集めてもらうと。これが最も基本的な Volt のユースケースの一つになります。ただ、Volt のスタティックシークレットにいろんなシークレットを集めようとなると課題が出てきます。各クラウドサービスプロバイダー、もしくは GitHub などにはすでにキーバリュー形式でデータを保存するための シークレットマネージャーが基本用意されておりまして、各クラウドサービスプロバイダー使っているユーザーであれば間違いなくデフォルトで搭載されているシークレットマネージャーはまあ利用されていると思います。まあ、そこに保存されているやつを全部ボルトに移動させる、まあ、移行するとなるとまあ移行コストも大変ですし、また各クラウドプロバイダーのシークレットマネージャーを参照しているアプリケーションの シークレットの参照先、向き先というのも変える必要がございます。まあ、これは非常にコストが高いといったことになります。また加えて、えー、各クラウドサービスプロバイダーのマネージドサービスによっては、えー、ボルト直接こう参照できない、まあ、そういったものも出てきますので、まあ、その辺のあたりも課題になってきます。そういった課題に、えー 対応するための機能が本日のメインとメテーマであります、Secret Sync という機能になります。こちらの機能なんですけれども、Volt の Static Secret、KV Secret で管理しているシークレットを各クラウドサービスプロバイダーのシークレットマネージャーの方に同期できるという、そういう機能になります。 まあ同期設定をした後は、ボルト側の KV シークレットを更新すると、各同期先のクラウドプロバイダーのシークレットマネージャーも更新されますし、ボルト側で削除、KV シークレットのシークレットを削除すると、同期先のシークレットマネージャーのシークレットも削除されると。こういった動きになります。続きまして、シークレットシンクのユースケースについて、 です使い方は非常にシンプルなんですけれども、えー、まず、えー、ハシコープのボルトのキーバリューシークレット、スタティックシークレットの方に管理したいシークレットを一通り保存しておくと、でその後でシークレットシンクを使って、えー、各クラウドサービスプロバイダー、あと GitHub、まあまあ、あと、えー、今のところバーセルも対応できるんですけれども、えーまあ、これらの方にシークレットを同期します。<laughs> で、実際アプリケーションだったり、まあ、マネージドサービスから参照するときは、ボルトの方ではなく、シークレットマネージャーの各、シークレットマネージャーの方を向けるという使い方が、最も一般的な使い方、ユースケースになります。続きまして、シークレットシンクの利用の流れについてです。えー、シークレットシンク自体の設定 とまあ、それからスタティックシークレットの設定が必要になりますが、まあ、順番はどちらを先にやっても構いません。まあ、シークレットシンクの設定といたしましては、えー、シークレットシンクをまず有効化するというのとあとボルトから同期する先のシークレットマネージャーの情報設定をボルト側に行っておくというのが必要です。でそれから、えー スタティックシークレットの方は、こちらは K-Value Secret Engine 使いますので、使えるように有効化しておくというのと、あとデータをプットして保存しておくとまあいったあたりが必要ですで。ここまで設定しておくと、あとはシークレットを同期するためのコマンドを叩いて、一発 API 実行してあげると、シークレットが同期されるようになります。それではデモンストレーションの方に入って、 いいこうと思います今回のデモでは、ボルトのシークレットシンクを利用しまして、ボルトで管理しているシークレットを AWS のシークレットマネージャーの方に同期をすると、このあたりを実際にお見せしようと思います。それではまず画面左上の CLI の方からシークレットシンクの設定を え、行っていこうと思います。えっと、まずは v o l t l i コマンドを使って、えー、AWS 側との、えー、接続設定を行います。えー、ここで指定しているのが、えー、まず、えー、AWS にアクセスするための、え、アクセスキーと、まあ、シークレットキー。ま、あらかじめ、えー、環境変数の方にエクスポートしておいたものをここで指定しています。まあ、それからシークレット をシンクしたときの名前ですね。キーの名前がどういった感じで表示されるかっていうのを、このテンプレート、あらかじめ用意されているボルトのテンプレートを使って指定しています。ここはちょっと細かくは説明していると長くなるんですけれども、大まかに言うと、ボルトのキーバリューシークレットをマウントしているパスが先頭にプレフィックスとして来ている、来るようにしているのと、 あとは、キーバリューシークレットを作った時のパスの名前が一部入るという、まあそういう感じの指定です。まああとは、AWS のリージョンを指定しているというぐらいです。では、これを実行します。実行成功しました。続きましては、ボルトの方に一回、キーバリューのシークレットエンジンに 値をえプットしようと思います。まあ、ここでは KV1 すらでもというパスに対して、キー1イコールバリュー1、それからキー2イコールバリュー2という、まあ、2つほどえキーバリューを、えー、プットしてみます。で、これを画面、えー、左下のボルトの GUI からもう一応見てみますと、 まあこういった形でキー1とバえー、今設定したキー1、キー2ですね。それからバリュー1とバリュー2っていうのがそれぞれプットされております。では、これをシンクします。AWS のシークレットマネージャー側へのシンクの方をやりますと。でここでもボルトライトコマンドを実行いたしまして、まあ、マウントしたボルトのキーバリューの えー、ケーブ1というパスと、あとパスの、えー、ベースになる名前のデモっていうところですね。これを指定して、えー、シンクします。えー、成功しましたのでシンク完了です。では画面右上の、えー、AWS のシークレットマネージャーの画面の方で、えー、シンクされたかどうか見てみますと。 まあそうしますと、先ほど最初の設定で、えー、テンプレートを設定していた時の、えー、名前が出てきておりまして、まあ、KV1、ANSCO、えー、KV。で、最後に ANSCO デモという、まあ、サフィックスがついて、えー、キーができております。で、中身を覗いてみますと、中身を覗いて、シークレットの値を取得してみます。まあ、そうすると、えー、今、 えボルト側にプットしたキー1、バリュー1、キー2、バリュー2というのが、まあそれぞれ AWS のシークレットマネージャーでも確認ができます。この、こういったあたりがシークレットシンクの基本的な動きになります。ボルト側にプットした値が、そのまま AWS にもシンクされますという形です。では続いて、今ボルト側にプットした 値を少しだけ更新してみようと思います。再び画面左上の CLI からになりますが、今作った、プットしたときとパスとキーは同じにして、値だけバル1、バル2ってなってたやつをアップバル1、アップバル2という値に更新をしてみます。 そうしますと、まず、左下のボルト側の GUI でアップデートされていることが確認できます。アップバル1、アップバル2というバリューになりました。で、続いて、画面右上、AWS のシークレットマネージャーの方でも見てみようと思います。値を取得します。まあ、そうすると、 え、キーは変わってませんが、バリューの方だけアップバル1、アップバル2というふうに更新されていることがわかります。まあ、こういった感じでボルト側で値を更新すると、AWS 側のシークレットマネージャーも更新されるという、まあ、こういった動きにシークレットシンクはなります。えー、では最後にもう一つだけ、ボルト側から今作ったキーバリューを消すというのをやって ってみようと思います再び、えー、左上の CLI から操作をしますが、えーまあ、デリートコマンド、ボルトキーバリューのデリートコマンドで、えー、KV1 というマウント、えー、パスに対して、デモという、えー、マウントのパスですね、た、ここをデリートします。でこれをまた画面左下の えー、ボルト上で確認すると、まあ、さっき、えー、プットおよび、えー、パッチしたキー1、えー、キー2と、それからまあそれに伴うバリューっていうのがまあ消えています、えー。では、画面右上の AWS 側でも見てみようと思いますが、まあ、AWS 側の方もですね、これに同期しまして、シークレットが、えー、消えているということで、えー シークレットの表示がされなくなったというところまで確認できましたで。今回のデモンストレーションは以上になります。次回なんですけれども、ボルトエージェントという機能についてご紹介させていただく予定です。今回もご清聴ありがとうございました。